横面でいきますね。横面はだから今正面が、まあね、ここに軸がある、ここに軸がある、でそれをそこに移していく、ね、まあ普通に、まあ、ちょっと今後ろになってますけど、ここに移した、ここにこの前のね踏み込む位置にそこの軸にターン乗ってくる、こういう動作ね。横面はだからこれがこっちの足が出てもう少し遠い間合いでそこの軸にスッと乗っていくわけよ。ただ距離が遠い分難しいわけね。この足をまっすぐ落としに、ここが楽、これちょっと行くともっとこうなりやすくなるよね、分かるよね。こうするともう軸じゃないじゃん。こう出したらこれ前で踏ん張って、これをここにで軸に行くにはこの時に体がここに行かないと軸に乗るんだよね。だから距離が遠くなると難しいのは当然だけど、ね、だから横目になったら難しいのよ。でトントンこう乗るわけよ。入れ替わり動作、ハーミア入れ替わる動作をしつつターン乗っていく、ね、入れ替わり動作をしつつターンって乗っていく、ね、あもし難しかったら少しね距離を短くして乗ってることよ、ね、短くして乗ってやるよ。乗ってるかなっていう、こういう時に下なんか見たらあかんわけな。中心を見てね、自分の中心を見てターンって、ね、距離が短ければ少し簡単つ、これを伸ばしてやる、バーン、ね、伸ばしてやる、バーン、ね、これで実際相手がいるんだな。相手がいるとなるとやっぱ条件また変わってくるね。どこに要は打つかっていうと、ちょっとごめん立っ て、あじゃあこっちでしょうか。これでここに行くんですよ。これがこの面とかあるんだけど、この面を外してここに入る、これぐらいですね、感じとしてはね。ここの面を外しながらここに入っていく。でここ、この時はここ向いてる感じ、ここ体がこれ向いてないよね。ここ一番分かりやすい、手なしでやると一番分かりやすい、手なしでやると僕は手なしね、これでここよ、ここの手があったら打って、ね、こう打ってるでしょ、これここでセンターで捉え、相手を捉えて、てかこの胸かもしれないな、でこう次の動作でこういけるよ。これはこうなるといけないよ、ね、ここでファンなのよ、ここでこうこうで手がなくても打てるわけよ、打てる意識があるよね。このつもりで相手でこう打っていくわけよ、ね、このつもりで相手にバーッと、はい、鳥も同じように動くわけよ。こう半身あるでしょ、半身って分かりますかって話を、ここに、ああここが半身やね、この線やね、この線の上に体がパーツが集まってくるよねっていうことよ。下なんか見ないよねって話、下なんか見なくてもここの線が分かってるわけよ。これをバラ一回バラッと外して、バラにしてまたパッとこう持ってきてもまた集まるわけよ。それをスッとこうやるわけよ、ね、でここの時もこの時もこう抜いてやるわけよ、こう抜いてやるわけよ、抜いてやってスッと落とす。でさっきのこういうの延長線じゃないですかね、これをスッとやって、ね、これをスッとやって、こうこうこう踏ん張らないね、お腹で踏ん張る感じじゃなくて踏ん張らない感じ、踏ん張らない感じ、ね、これをスッとやって、ね、これをスッとやって、スッと、ね、じゃとりあえずこれでさばくだけやってみましょうか。さばくだけね、さばくだけやって今のを掃除で同じに作って、あこれさばくだ、ここだけです、ここだけです、踏ん張らない、次は踏ん張らない、これをこうやってやろうとかって思わない、今これハミないよな、ここにスーッと落ちる、ここの感じ、ここの感じをそのままスッと、ね、持ってくる、さばくだけで結構ね、こうずっと、ね、ここに入って、ね、合わせてさばく、ここまで、はいどうぞ。